今月4日、全国にファミリーレストランを展開するジョイフルが大分市役所にある報告に訪れました。その内容とは。4月19日の火曜日からですね、全国販売させていただくことになりましたので、ジョイフルは全国およそ600店舗でニラ豚の提供をスタートします。大分発祥のニラ豚はニラ、キャベツ、豚肉とシンプルな食材を甘辛いタレで味付けした大分のソウルフードです。この日試食した大分市の佐藤市長は、あ、これ甘みがあってですね、あのニラと豚がよくあのこう溶け合ってて、すごく美味しいですね。ジョイフルは夏のフェアに合わせ、目玉料理として大分名物ニラ豚の提供を決定。大分や東海地方での試験販売など、およそ半年間の商品開発を経て、初めてのニラ豚販売に結びつけました。ニラの独特のですね、まあ旨味といいますか、豚と組み合わせて夏にふさわしい料理としてですね、スタミナ料理として皆様に、お召し上がっていただければと考えております。ジョイフルは6月7日までの期間限定でニラ豚を提供し、反響次第ではレギュラーメニュー化を検討しています。こうした全国展開を受け、2016年度からニラ豚の PR を推進する大分市は知名度アップに期待を寄せています。ニラが大分の特産の一つとなってますので、企業さんが全国で販売してくれるということで、どんどんあのいろんな方にも知ってもらえるかなというふうに思っています。こちらがうちで作っているニラになります。大分市でおよそ40年ニラを生産する村上農園、5ヘクタールの農園で多い日には3万本を出荷しています。コロナ禍で自宅での餃子作りや鍋人気の後押しを受け、ニラ需要が高まる中、ニラ豚の今後の広がりに注目しています。子供の頃は親がニラ作りをしてるっていうと、学校でニラって何って言われてたんですよ。そんな状態から全国でニラ豚っていう流れになってるのはやっぱすごく嬉しいですね。みんなにどんどん知ってもらって、ニラの良さを知ってもらって、たくさんあの食べてもらいたいと思います。一方、オリジナルの商品でニラ豚の販路拡大を目指す企業も登場しています。ニラは1日どれぐらい使われてるんですか？ニラはだいたい100キロぐらいですね。大分県産です。はい。竹田市や日田市に工場を構える名水美人ファクトリーは、もやしやカット野菜の製造販売を手掛けています。その中でカット野菜とタレが入った家庭で簡単に作れるニラ豚野菜ミックスを開発しました。去年11月からは県内だけでなく九州全県のスーパーで販売しています。県外ではあまり知られていないニラ豚ですが、実際に食べてもらう PR 活動などを通して魅力が徐々に広がっています。やっぱりまだまだその認知度がそんなに高くないんですね。まあ、一方でその確かに手応えは感じてますので、大分から始まってまず九州、その先はもう全国へ広げていきたいのというふうに思います。九州、そして全国での展開で魅力発信の大きなチャンスを迎えた大分発祥のソウルフードニラ豚、今後の盛り上がりに注目です。